どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはうどんソード3。うどんソードの最新作、私有する塔を舞台に戦う MMORPG 的ワールドです。ワールドに入ると字幕を3つから選ぶことができます。どれかを選んでおきましょう。そのまま道なりに進んでいくと少女がいます。今回はストーリーもあるようです。奥の方にあるジャンプ台に飛べば、エントリーパネルや職業についての解説があります。エントリーを済ませれば、トリガーを押しながら、横に手を振って離すことでジョブ選択ができます。ダミーを攻撃してスキルなどを確認しておきましょう。準備ができたら階段の方へ進んでスタートを押せば開始です。基本的に進行は道中にいる敵を倒しながら進んでいくことになります。ジョブごとにある武器を用いて戦いましょう。ジョブはタンク、アーチャー、プリースト、モンクなど2までの職業に加えて、初代の見合った侍が復活、AP をチャージし抜刀術で切った方向でコンボをつなげるユニークな仕様です。居合斬りや連続斬りなどを使って DPS を稼ぎましょう。もちろん他ジョブのスキルもそれぞれの役割があります。敵はクセ者揃いで、スキルを使ってくる敵もいます。範囲にいると警告音が鳴るので急いで回避しましょう。中には回避不能即死スキルなんて使ってくる敵もいます。攻撃色だけでは厳しい場面を押しです。各場所にはボスも存在しています。強力な攻撃を放つので苦戦は必至です。いつでもジョブチェンジは可能なので適宜切り替えたり、他のプレイヤーと連携して攻略していきましょう。こんな感じで MMORPG のような感じで遊ぶことができるワールドとなっています。プレイタイムはだいたい40分から1時間ほどです。短ければ短いほどクリア時のトロフィーが豪華になります。クリア後はちょっとしたおまけ要素もあり、DPS チャレンジや武器の非表示設定などボリューム満点です。そんな感じで RPG を遊ぶことができるワールド、皆さんもぜひ遊んでみてくださいね。